はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今回はワンサイドの花束のラッピングを皆さんにお見せいたします。もちろん講師は井出崎徹君です。この動画実は花キューピッド神奈川指導委員会で撮った動画なんですけれども、詳しくはね、そっちのインナーページの方を見ないと見れないんで、これはね、会員さんしか実は見れません。ただここではその触りでパッとこうフラワー TV 的な感じで皆さんに紹介していきますので、ぜひご覧になってみてください。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、指導委員長の藤沢です。今回の指導員動画講習はラッピングをやりたいと思います。はい、それでは、講師の紹介をさせていただきます。井出崎徹さんです。こんにちは、よろしくお願いします。それではバトンタッチをいたします。もうやっちゃっていいですか。お願いいたします。はい、よいしょ。はい、よろしくお願いします。一般的にある皆さんよく作るようなこういったワンサイド、背中があるタイプですね。この花束をラッピングしていきたいと思います。多分皆さんやってるのだと、一般的なのだと、ここ補水、最初補水をしてペーパーをかぶせてセロハンつけるパターンが多分一番多いと思うんですけど、結構忙しい時期になると、その直前、配達する直前とかにバタバタってやるよか、全て前日で終わらせるっていう方法です。すっげえ、今までのね、俺が見てきた中のね、あのね、合体ロボ一番チャチーよ。はい、まずペーパーでこの背中の部分のラッピングペーパーを用意します。こうくるわけですよね。で、こうきて先に上を包むのであるので、先にここ真ん中切り込みを入れます。この切り込みの幅はどのくらいかっていうと、この花束を作ったこの部分、この太さぐらい、切り込みに当てて、こういう感じ。花束がかっこよく見えるっていう僕なりのあれなんですけど、ここの今逆さまになっちゃったけど、ここの部分、まあ襟というかエラの部分、ここがね結構出てると、すごくねボリュームがよく出て、ボリューム感が出て意外とかっこよく見える。で、ここでセロハンをかぶっていくんですけど、で、くるっと回って高さを調整して、ゼロ、ここすぼめていくんですけど、ここの部分が平らになる、後ろ側にセロハンを切りながら絞ります。で、ここをセロテープで止めます。意外とペーパーの大きい紙を切って巻き込んで畳むよか、やりやすい、このぐらいの、いや自分が制御しやすいぐらいの大きさ、紙を何枚も合わせて使えば非常に困らないで畳んでいけるんですね。こんな感じ。
これはこれで完成です。はい、ラスピンはいかがだったでしょうか。一番最初に出てきた指導委員長藤沢勉のアフロ、あれはねちょっといただけなかったですね。ではまた次回楽しい動画を作っていきますので楽しみにしていてください。またお会いしましょう。 See you next time。 はい、フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はこちらが見えてないと思いますので下のリンクよりお願いします。1万人に向けて今猛ダッシュしてますので1万人になったらライブやりますから、ぜひ多くの方を誘ってフラワー TV のチャンネル登録をお願いします。もちろんチャンネル登録は無料です。よろしくお願いします。